こんばんは、糸仕事です。今日はブログマス19日目です。今日はですね、次に編みたいものの準備をしてました。で、その編みたいものっていうのがいろいろあるんですけど、今編んでるのがショールと帽子と、まあ、靴下とかなので、またセーター編みたいなと思って、次編みたいのがこちらです。アンドレア・マオリーさんのピンクフィズっていうセーターです。で、このここにこうレースのパネルが肩のところに入ってて、他は、まあ、メリアスでヘム、裾が2つにちょっとこう分かれてるデザインですね。で、このセーターが指定はフィンガリングの、まあ、細い糸1本とシルクモヘアを1本を引き揃えて編んでるんですけど、まあなんかモヘアじゃなくてもいいかなとかって思って、ちょっとまあフィンガリングとレースの合わせてスポートウェイトぐらいの糸が指定になってたので、ちょっと別の糸も考えてみようかなと思っておりました、はい。そして今回ちょっと使ってみようと思ったのがこちらの糸です。ちょっとラベルをお店に置いてきてしまったんですが、これは何度かこのチャンネルでもご紹介しているデンマークのオニオン のイラクサ入りのソックヤンありますね。あれのちょっと太いスポートウェイトバージョン。で、色はちょっとこれサンプルでもらったもので、この色でっていうことではないんですけど、太さ的にどうなのかなと思って、今とりあえずこれでまずスワッチを編んでみています。で、このパターンは、ゲージが、メリアス編みで輪で編んで21目34段、あとレースで何段っていうのが、このレースのパネルとメリアスの方両方書いてあるんですね。で、有料パターンなので、パターンを購入する前のラベリーのページには多分メリアスのゲージしか書いてないんですけど、そのレースのチャートはラベリーに載ってないので、で、パターンを購入するとそのレースのチャートも見れるので、まあ、そちらのゲージも取ることができます。で、私もとパターンを買ってるので、ちょっとちゃんとレースとメリアス両方スワッチを編もうかなと思いました。で、しかもこれ輪に編むパターンなので、ゲージも輪で取るんですね。なので今日は、全部で60目ちょっと作り目をして、こんな感じで、半分メリアス、ちょっと今途中なので正確に半分じゃないんですけど、そのレースのゲージのところはレースでちゃんとチャート見ながら編んでみています。で、割とゲージがちゃんと出そうだなっていう気がしているので、これでちょっと色をいくつか選んで、次回のオニオンの注文と一緒に頼もうかなと思っています。なのでまだデンマークから糸届くのもだいぶ先になるので時間がかかるんですが、とりあえずちょっとスワッチだけ編んでみてます。で、結構ですね、まあゲージ的には目の数はちゃんと指定通り出るんですけど、それで編んでも若干スケスケの編み地なんですよね。ちょっと緩めというか、で、多分モヘア引き揃えるとこの隙間がもっとモヘアで埋まる感じになるのでいいんですが、若干スケゆるゆるかなと思って、ちょっと水通ししてみないとわからないのでやってみようとは思うんですけども、ただちょっと考えてたのは、
まあこれレースが結構入ってる模様だし、モヘアもやめて、であんまりそんなにすごくあったかいかと言われると、なんかちょっとこう、まあ厚さ的にもそんなに分厚くないので、あの、あったかいセーターを着るにはちょっと暑くなってきたかなぐらいの春先に着るセーターにしようかなって、今ちょっとまだ冬も今始まったばかりなのに春のことを考え始めたんですけど、なので若干緩めの編み地で春先向けのウールとイラクサ入りの糸で編んだレースのパネルのあるセーターを今イメージして、なんで色もちょっとまあピンクというか、まあ紫っぽいやつと、でもなんかこのレースとかちょっと甘い感じになりすぎちゃうかなと思ったんで、紺とかで編んでもかっこいいかなと思って、そういう濃いめの色と、あとまあ青緑っぽいやつ、一応3パターンぐらいちょっと頼んでみようかなと思っています。はい、なので指定の針で指定のゲージで編んで、その編み地がまあスカスカだった時、まあ普通は冬のあったかいの編みたければもうちょっと糸太くした方がいいのかなってことになるんですけど、まあ、あえて今回はこの編み地がもし水通しして気に入れば、まあ、このまま編んで少しあったかくなってから着るっていうのもありかなとちょっと思って、ということで、まあ、一応もうちょっと編んでみて、であと、まあ、10センチ編んでみて、まあ、チャート見ながら模様も覚えつつ、で糸もまだあるのでちょっと1個針下げて編むか、あとモヘア、これにモヘア引き揃えて編んでみようかな。でもこれフィンガリングというか、これ自体がまあ一応スポートウェイトなんで、これにモヘアつけたらもっと太くなっちゃうんで、それはさすがに太すぎるかなっていうのと、ちょっと厚いかなと思うんで、まあ、多分これでいいんじゃないかなとは思ってるんですけど、まあ、でも結構レースとかブロッキングしないと分かんないので、まあ、とりあえず編んで水通ししてみようかなと思っています。はい、スワッチゲージ取るの嫌いだっていう人も多いかもしれないですけど、私は着るもの、セーターカーディガン編む時だけはちゃんと取ってますね、割と。まあちゃんとって言っても、もうこう水通しする前に大体測っちゃって、まあ、どう考えても緩いなきついながあったら、もうこの同じスワッチの中で針変えて続けて編んだりして、まあ、もう大丈夫そうだなっていうところで最終あのダメ押しの、 あのもう確定かなっていう段階で水通しして、ちゃんと最後測って、あ、やっぱ大丈夫だなっていう感じで、その針を使って編むようにしていますですね。まあそれでも、そう、この間失敗したのは、あのシリカーディガンっていう、ヨークが、まあ、結構レースというか、あの交差をいっぱい使った模様が入ってて、でメインと袖がメリアスっていうやつで、メリアスのゲージは出てたんですけど、結構私交差の時に糸を結構引っ張ってきつく編んでたみたいで、全然きつくなっちゃった。しかもそのヨークとその腕と肩のとこ、一番きついと嫌なとこだけがきつくなるっていう、まあ、そういう失敗を一度しましたので、今回はちゃんとこのレースのところも、あのゲージを取ろうとしています。はい、ということで、おしゃべりするとね、1個の話題でもこんなもう10分もしゃべってる。はい、ということで、まあもうちょっと編んで水通ししてどうだったか、また何か進捗があったらそのうちお話しすると思いますが、まあしばらく実際編み始めるのはもう少し先なので、はい、また忘れた頃にご紹介したいと思います。はい、ということで、また明日、今日もありがとうございました。おやすみなさい。